オープニングは今治 JC メンバーによる寿太鼓の演奏から始まりました。この寿太鼓の歴史は古く、今治城築城の時代400年余り前に遡ります。築城の際、大工の士気を高めようと格調高く打ち鳴らされたのがその起源と言われているのです。時代の移り変わりとともに途絶えてしまった寿太鼓を復活させようと、1974年、今治市政50周年を機に今治 JC の有志によって今治寿太鼓保存会が設立されました。地域のイベントに数多く出演し、市民にも広く親しまれています。